加工の途中の画像を撮り忘れました。で結局最終的にはこのように、ね、片側下げるようになって、ボンボンの両端をこう引っ張るとキュッと縮みます。まあ、その位置でこう並べるようにこうしました。で中にはマグネット、ポケットとファスナーとポケットですね、をつけてみました。一つこういう形のもの一つね、もう一個こういう形、これは袖で取りました。こんな風に持ってますね。まあまあこうですかね。これもこれちょっとね、やり方を変えてます。こうで、ポケットですね。ポケットもちょっと2つにこういう2つにしました。深さはね、ちょっと携帯が完全には入らないです。まあこれぐらいの傘、いやちょこっとこう出るぐらいかな。でこちら反対側の傘ですね。はい、こういうものそれで、まだ余るので今回はクッションを作りました。まだ中にね、が入れなければ、ね、こう袋はしませんけど、まあこんな、前身がこちらが前身なので、脇なのでちょっと斜めになりますけども、まあ、この中にクッションでなく、スポンジですね、そういうのを入れると、まあそれの加減によってふわーっと膨らんで、まあまあこの程度で、はいはいね、でそれとですね、前に加工したやつなんですけど、こういうバッグですね。持ち手は革です。これもここにマグネットをつけました。で、ポケットですね。で、こちら側はファスナーですね。中はだいたい一緒なんですけど、これでこうパチッとします。で、これの一番ちょっと特徴的なのが、これ斜めに。まっすぐならないよね。もともとのね、素材がこのこういうストールだったのでね。で、こうちょっとこう背中に当たるのがこうなってます。だからこうちょっと斜めにね、こう斜めになります。これはね、もう素材がそれなんで、もうまっすぐにはちょっとできない。まあこれも。面白いという面白いデザインになりますね。はい、今回は以上、次のまた動画で紹介します。